いちこです。今日は2021年3月15日、月曜日です。高松の天気は朝から曇りのち晴れで、午後から天気が良くなりました。少し風はありますが、いつものように自転車で走りました。今日は昨日遠出した郊外、牟礼町周辺に行きました。牟礼駅から牟礼あかりロードを走っていると、イサム野口庭園美術館がありましたので、そばを通って山道経由で帰宅しました。今年初めてのウグイスの鳴き声を聞くことができました。多分、生まれたばかりのウグイスだと、鳴き声も練習期間中で、うまくなるには、あと2、3ヶ月ぐらいかかるのでしょうか。また、見事な桜も咲いていました。オカメ桜か、寒桜で片付けてよいのか。なかなか品種を見分けるのは難しいです。高松市郊外の牟礼町を走っているのですが、牟礼と関わりがあるイサム野口を、いつものようにウィキペディアの記事を読み上げます。読み上げ時に誤読があるかもしれませんが、ご容赦願います。わからない部分は動画にはめ込みます。では、どうぞ。イサム野口。出典フリー百科事典ウィキペディアより。この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。2020年9月、イサム・野口、日本名野口イサム、1904年11月17日から1988年12月30日は、アメリカ合衆国ロサンゼルス生まれの彫刻家、画家、インテリアデザイナー、造園家、作庭家、舞台芸術家。日系アメリカ人。父親が日本人、愛知県生まれの日本の詩人で、慶応義塾大学教授の野口米次郎で、母親がアメリカ人、アメリカの作家で、教師のレオニー・ギルモア。略歴。1907年、野口が3歳の時に母レオニーと来日し、米次郎と同居する。そして、米次郎は武田松子と結婚し、野口は、野口イサムとして森村学園附属幼稚園に通学する。1年後に神奈川県茅ヶ崎市に転居して、地元の小学校へ転入し、その年に、母レオニーがアイリス、野口にとってはイフマイを出産する。1913年からは、イサム・野口に代わり、イサム・ギルモア・ギルモアは、母の姓を名乗り、横浜市のセント・ジョセフ・インターナショナル・カレッジへ転入し、茅ヶ崎の自宅の新築設計を手伝うなど、数々の建築作品に携わった。学校に通う中、野口は、1915年での1学期間休学し、母親の個人教授を受けながら、茅ヶ崎の指物師について見習い修行していく。学校を卒業した後、1918年6月には、母の意思で、単身でアメリカへ送られ、インディアナ州ローリングプレーリーのインターラー健康に7月に入学するが、8月に同校は閉鎖する。エドワード・ラムリーが父親代わりとなり、C ・マックタクに寄宿し、ラ・ポート高校に通学し、トップの成績で卒業する。卒業写真に残した野口の言葉は、大統領になるよりも、僕は真実こそを追求するであった。野口の胸に母が植え付けた願望、アーティストになりたい、という野口のために、ラムリーはスタンフォード在住の彫刻家、ガッツ・オン・ボーグラムに助手として野口を避けた。1923年に、ボークラムと野口とは馬が合わず、野口はニューヨークへ移り、コロンビア大学医学部に入学し、日本から帰米してきた母と暮らすようになる。そこで野口は医学部に在籍しつつ、レオナルド・ダ・ヴィンチ美術学校の夜間の彫刻クラスに通い、入学してすぐに初の個展を開催した。野口は
ナショナルスカルプチャー協会の会員に選ばれ、ナショナルアカデミー・オブ・デザインに出品する。美術学校の校長、オノリオ・ルオットロからは、彫刻に専念することを勧められる。1925年、野口はニューヨークで活躍していた日本人の舞踏家、伊藤道夫のダンスパフォーマンスに仮面を制作した。これが野口にとって初めての演劇関連のデザインであった。2年後にグッケンハイム奨学金を獲得し、パリに留学する。6ヶ月間、彫刻家コンスタンティン・ブランクーシに師事してアシスタントを務め、夜間の美術学校に通うが、1年後に奨学金の延長が認められず、ニューヨークに戻り、アトリエを構える。翌年、個展を開いた。野口は、1930年から1931年にかけて、パリを経由して日本に渡航した。1935年に、在米日本人芸術家の国吉安夫、石垣栄太郎、野田秀夫らと共に、ニューヨークの法人美術展に出品する。第二次世界大戦の勃発に伴い、在米日系人の強制収容が行われた際には、自らアリゾナ州の日系人強制収容所に志願交流された。しかし、アメリカ人との混血ということで、アメリカ側のスパイとの噂が立ち、日本人社会から冷遇されたため、自ら収容所からの出所を希望するも、今度は日本人であるとして、出所はできなかった。野口は後に、芸術家仲間フランク・ロイド・ライトらの嘆願書により出所、その後はニューヨークのグリニッチ・ビレッジにアトリエを構えた。終戦後、野口は1947年にジョージ・ネルソンの依頼で、野口、テーブルをデザイン・制作するなど、インテリアデザインの作品に手を染める。1950年に再来日し、銀座三越で個展を開き、その時に日本では著名な建築家である丹下健三、谷口義雄、アントニー・レーモンドらと知己になる。1年後にまた来日し、リーダーズダイジェスト東京支社の庭園の仕事の依頼を受け、また当時の岐阜市長の依頼で岐阜提灯をモチーフにした明かりシリーズのデザインを開始。同年、山口よしこおりシャンランと結婚する。1955年に離婚。鎌倉の北大路魯山人に陶芸を学び、素焼きの作品制作に没頭する。この頃に魯山人の邸宅敷地内にアトリエ兼住まいも構えた。同年、広島平和記念公園のモニュメント慰霊碑に野口のデザインが選ばれたが、原爆を落としたアメリカの人間であるとの理由で選考に外れた。しかし、野口のデザインの一部は平和公園にある丹下健三設計の原爆慰霊碑に生かされている。丹下はこのプロジェクトに野口の起用を推挙した。また戦災復興都市計画に伴い計画され、平和公園の東西両端に位置する平和大橋、西平和大橋のデザインは野口の手によるものである。野口は後年、いつアメリカ大統領の慰霊碑を設計したこともあるが、こちらは日系であるとの理由で却下された。1961年からはアメリカに戻り、ニューヨーク州のロングアイランドシティにアトリエを構え、精力的な活動をし始める。まずはアメリカの企業 IBM 本部に2つの庭園を設計し、幼少の頃住んでいた神奈川県にある横浜の子供の国で遊園地の設計が実際の計画に移された。そして1968年にホイットニー美術館において大々的な回顧展が開催され、1年後の1969年にシアトル美術館にて彫刻作品黒い太陽ブラックサンを設置する。また東京国立近代美術館のために門を設置する。この年、ユネスコ庭園への作品素材に
香川県の阿智町、現高松市、牟礼町で産出される花崗岩の阿智石を使ったことをきっかけに、牟礼町にアトリエを構え、あかりシリーズを発表する。ここを日本での制作本拠とし、アメリカでの本拠ニューヨークとの往来をしながら作品制作を行う。1970年には大阪で行われた日本万国博覧会の依頼で噴水作品を設計し、四芸術協会主催によるパームビーチ彫刻協議会にて作品インテトラが2等受賞した。同時期に東京の最高裁判所の噴水を設計し設置する。1984年からロングアイランドシティにあるイサム野口ガーデンミュージアムが一般公開される。同年コロンビア大学より名誉博士号を授与され、ニューヨーク州知事賞を受賞する。1年後に1986年開催のベネツィア・ビエンナーレ第42回のアメリカ代表に選出され、同年日本の稲森財団より京都賞思想芸術部門を受賞。1987年にはロナルド・レーガン大統領からアメリカ国民芸術勲章を受勲する。1988年に勲三等瑞鳳賞を受勲し、北海道札幌市の燃えれ沼公園の計画に取り組んだ。これは公園全体を一つの彫刻に見立てた最大の作品であったが、野口はその完成を見ることなく、同年12月30日、心不全によりニューヨーク大学病院で84歳の生涯を閉じた。母レオニーの命日に1日だけ先んじ、野口もその天命を全うした。1年後には野口の遺志を継ぎ、泉雅俊が制作した遺作、タイム&スペースが完成し、香川県の新高松空港に設置された。1999年には制作の本拠地であった高松市牟礼町にイサム野口庭園美術館が開館した。野口がマスタープランを手掛けてから16年後の2004年に燃えれ沼公園は完成し、翌2005年にグランドオープンした。燃えれ山、グレーマウンテン、テトラマウンド、野口デザインの遊具のエリア、桜の森、テニスコートや野球場などを含む188ヘクタールの広大な公園である。2010年11月20日に松井久子監督による野口の母を題材とした日米合作映画レオニーが公開された。2013年8月、宮本亞門原案演出による舞台イサム20世紀を生きた芸術家イサム野口をめぐる3つの物語が3年の創作期間を経て上演された。パルコ劇場ほか。逸話、野口が札幌市の大通公園にし8、9丁目に制作したブラックスライドマントラがある場所は、本来他の各丁目を示す大通りと同様、大通公園を南北に横断する道路であった。しかし大通公園の全体を見た野口は、その天才的感性から空間全体のバランスを考えた上で、ここに子どもたちの楽しい遊び場を作りたいと考えた。一見無謀とも思える提案だったが、それでも札幌市は子どもらの遊び場にブラックスライドマントラは子どもに遊ばれて完成するという野口の意思を尊重し、道路を塞いでそこを公園にした。本作の所在地が大通公園西8丁目と9丁目にまたがっているのはその名残である。また本作の題名ブラックスライドマントラは、古代インドの天文台ヤントラマントラにちなんで名付けられたものである。以上でこの読み上げは終了いたします。はい、いかがだったでしょうか。高松市郊外牟礼町の路地裏を見ていただきました。途中イサム野口庭園美術館を通り過ぎて山道経由で帰りました。時間の関係含め早送りが多いですが、少しでも
今の自然を見ていただければ幸いです。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸、豊からんことをお祈りしております。